谷産業、広瀬監督が率いたその岩谷産業、初めてプリンセス駅伝にやってきました。この第2中継所にタスキを持っていく、思いをつなぐ、タスキをつなぐ、そして全国の舞台に6人で行く。3区の飯田麻里絵はもう涙が止まりません。待っている3区の今田麻里絵は涙が止まらない。今涙を拭ったサングラス姿、そしてもう見えてきた、初めてやってきた岩谷産業、2区の飯田麗がさあ、たすきをつなぐ、たすきをつなぐ、つながった岩谷産業、飯田麗から今、今田麻里絵にたすきがつながりました。今田麻里絵がスタートしていきました。